バンバン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、マイクロソフトの Surface Book 2が現在、セール価格で販売されていますので、ご紹介したいと思います。セール期間中の価格は、215,516円となっています。通常価格は、336,774円ですので、約12万円オフとなります。このモデルは、マイクロソフトが販売している 2AMPC の中でも、特にスペックの高いモデルで、このモデルは Surface Book 2のラインナップの中でも比較的スペックの高いモデルとなっています。基本スペックについては Core i7、型番としては Core i7 の 8650U、メモリは 16GB でストレージは 512GB となっています。ディスプレイは 13.5 インチで解像度が 3000×2000 ドットということで横置きした状態でも縦の解像度が2000あり、意外と使いやすい解像度となっています。ディスプレイサイズが13インチクラスのノート PC でもメモリ 16GB 選択できない場合が多いので、このモデルは 16GB のメモリが搭載されており使いやすいかと思います。現在ノート PC のスペックの組み合わせとしてよくあるのが CPU は Core i5 でメモリ 8GB というような構成が現在よくありますが、メモリ 8GB の場合、写真や動画の編集系のソフトを使っているとかなりきつい場面がありましたので、メモリに 16GB 搭載しているとそういったことはなく、比較的快適に使えるかと思います。その他、特徴としては 2-in-1 タイプになっていますので、ディスプレイ部分とキーボード部分を分離して使うことができます。キーボードについては、マイクロソフトの Surface Pro のような薄いキーボードではなく、一般的なノート PC のようなキーボードになっていますので、タイピングのしやすさはこちらの方が優れています。また、タッチペンにも対応していますので、手書きで文字やイラストを書くこともできます。ということで今回はメモリ 16GB を搭載したマイクロソフトの Surface Book 2がセール価格で販売されていますのでご紹介しました。特に割引額は12万円とかなりお得なモデルとなっています。なお価格は21万円と割引後の価格でもかなり高いように感じるかと思いますが、このモデルはマイクロソフトのオフィスも付属しています。通常オフィスをつけると3万円ぐらい値上がりしてしまいますので、例えば18万円の PC を購入してオフィスを購入するのと同じぐらいの価格になっています。特にマイクロソフトのパソコンは動作も安定していて不具合もそこまで多くありませんので安心して使えるかと思います。なおこの Surface Book 2販売ページのリンクについては動画の概要欄の方に貼っておきます。現在21万円で購入できるのはタイムセール期間中ということで7月16日にはこのタイムセールが終了します。購入を検討されている方のほか、実際に購入した方の口コミなど気になる方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。